福井県立音楽堂福井県立音楽堂は福井県福井市今市町にあるコンサートホール1997年9月20日に開館した公益財団法人福井県文化振興事業団が管理及び運営を行う愛称はハーモニーホール福井1997年9月23日の開館記念式典の日に行われたコケラ落とし公演は 県内外,外から集まったメンバーで構成された県民オーケストラと合唱団によるマーラーの公共曲第二番復活の演奏会だった。同年10月16日にベルナルトハイティング率いるウィーンフィルハーモニー還元楽団が公演を行ったのをはじめとして、その後も国内外の数多くの一流アーティストや楽団により公演が行われるなど、そのホールの音響効果は 海外でも非常に高い評価を受けている。2001年2月にロンドン交響楽団と共に講演した指揮者、ムスティスラフ・ロストロポービチは演奏後にこのようなレベルまで達しているコンサートホールはまずない。世界でも最高レベルと絶賛した。毎年春と秋にはワンコインオルガンコンサートが開かれている。2007年7月末現在までの来館者総数は 162万958人。1998年12月には、岐阜県のサラマンカホールと有効ホール宣言をした。開館後周年を迎えた2002年には、アメリカ合衆国ニュージャージー州にある、ニュージャージーパフォーミングアーツセンターと姉妹館提携を結んだ。世界の様々な情報を集めたインターネットのニュースサイト、 デイリーニュースエージェンシーのアートとデザイン部門で世界の非常に美しいコンサートホール25選の一つとして日本国内の施設として唯一紹介されている。ハーモニーホール福井ではコンサート等の演奏中に携帯電話の電波、遮断装置を稼働させているためホール内は県外となる。座席数は1456席。シューブックス型の音楽専用ホールで 主にオーケストラ、吹奏楽、合唱のコンサートや演劇等の公演のほか、コンベンションにも使用される。ステージの背後の2階席中央部には、パイプオルガンが設置されている。パイプオルガンホールの開館以前より、パイプオルガン設置の構想が存在し、ハーモニーホール福井のパイプオルガンは2004年3月に、完成した、ドイツのオルガン製作所、カール出家社製である。 同年5月8日に、ウェストミンスター大聖堂の主席オルガン奏者、ジェームス・オドンネルを招聘して、お披露目リサイタルが開催された。座席数は610席。ホールは、基本的に音楽専用ホールだが、室内楽から、講演会、映画会まで、多様な催しに対応できる。練習室は、大小6室あり、うち3室には、高い遮音性能を持つ、浮き遮音構造を採用。 ありがとうございます。